金野花武雄は、神奈川県横浜市鶴見区出身で、出羽の海部屋に所属した大相撲力士である。最高位は、西小結。本名は、金井武雄。現役時代の体格は181センチメートル、119キログラム。特異種は、右四つ、突っ張り、小手投げ、首投げ。地元の横浜市立寺尾中学校に在学中は、野球で鳴らし、後に、 中央大学やプロ野球の対応ホエールズなどで活躍する桑田武史とは同期で同じチームでプレーした。しかし、チームメイトの先輩で後に東映フライヤーズに入団する稲垣正夫の実刑とではの海部屋公演会の幹事が親友同士であったことがその後の運命を変えた。同部屋に身を寄せていた元関分け、大戸平のお車を親方の勧誘を受け、 1952年5月15歳で出羽の海部屋に入門、同年5月場所で初土俵を踏み、翌9月場所、金の花の名で序二丸についた。金の花の嗜名は、小車が現役時代、大戸平に改名する前に名乗っていたものであるの、現役名から名付けられたという説もある。以来順調に番付を上げてき、年月歳で、 新十両昇進。1958年1月場所では東十両9枚目で11勝4敗と大きく勝ち越し、翌3月場所、幸運な新入幕を果たしている。それからしばらくは幕内会と十両との往復が続いたが、次第に幕内に長く定着する自力が身につき、1961年7月場所から1963年、 11月場所までの15場所、約2年半は三役全頭上位で活躍。1962年7月場所では、横綱、大関との対戦圏外ギリギリである全頭6枚目の地位で10勝5敗と2桁の勝ち星を挙げた。この好成績によりよく、9月場所では最高位となる西小結びに昇進したが、4勝11敗と大きく負け越している。なお、三役経験は、 これが最初で最後である。関東省受賞のチャンスは2度あったが共に一し、以降も後期なく、取り口の地味さも、相まって一度も参照を受けることはできなかった。また1963年3月場所では、初日に、新大関、豊山を下している、突っ張りをしたいとし、右四つの体勢からのより、投げも、得意とした、横綱昇進直後の沙汰の山の土俵入りで、 梅雨払いを務めた経験がある。1966年以後は、重量に腰を据えるようになり、体力の衰えも手伝って、次第に番付も下がっていった。東幕下筆頭の地位にて初日より休場した1967年、9月場所をもって、30歳で引退。引退後は、日本相撲協会を退職し、東京都品川区大井で少量利店を営んだ。 その後、病没したと伝わるが、死没時の年齢や没年月日などについては一切判明していない。重量優勝、一回、ありがとうございます。